はい、今日はシーリハムテリアがやってきました。やってきた理由は定期検査。その中でも今日は血液検査とエコーやってきます。体重は 11.7kg。 ちなみに皆さん、シーリハムテリアってご存知ですか？実はめちゃくちゃ珍しい犬種で絶滅危惧種に認定されてるみたい。実は凶暴みたいなんですけど、こんなことしてもめちゃくちゃいい子です。頸静脈で血が取れたら早速検査に回します。獣医師自ら検査に回します。技師さんとか獣医の中だとあんまりいないんですよね。ゴロンとしてエコーを見ていきます。この子はもともと膵炎があったりですとか、腎結石や膀胱結石などもあるので、このあたりは定期的に見ることが必要です。持ってる疾患によっても定期的に通う頻度っていうのは変わってくるので、この中でも何の検査がどれぐらいの頻度で必要かっていうのはしっかりと話し合います。もう私の説明なんてそっちのけで、なんか落ちてないか探してるな。もう絶滅危惧種なんだから長生きしなきゃダメだよ。凶暴とは思えないぐらいめちゃくちゃいい子。定期的に来てくれてありがとう。ではお大事に。